このゲームね、フルネーム知らねえんだよ。なんだっけな。PUMSSP みたいなね。なんかそういうゲームなんだよ。よくわかんないけど。で俺、動画すげえ見ててめっちゃ面白そうだなぁと思って。プロゲーマーがめちゃめちゃすやってんのね。要は、もう絶対勝てない。どうあがいても。TS、TPS って言うんだで。俺はっきり言ってこういうゲームやったことない。 無人島に100人でボーンと落とされて、どこに最初に行くかって言って、あのー、なんていうのいすごいま、出たっぷりのマッな、マップの中に100人ボーンって放たれて、そこでだん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 、活動できるスペースが狭まっていって強制的に戦闘が始まって、最後に残ってたやつが勝ちってゲームなんだけど、もうドア開いても、俺なんか敵に見つかった瞬間に殺されるんだよ。なんでかっていうと、下手くそだから。で、このゲームね、あの、チーム戦があって、 あのー、4人までなのかなわかんないけど、4人まで、本当は5000人で一緒にやりてんだけど、4人まで一緒に組めて、そんでー、まあ、最後まで勝ち残ってたチームが優勝っていうモードがあるんだけど、あのー、本当に申し訳ないけど、俺そこで優勝したいんで、ものすげえうめえやつちょっと、俺と一緒にちょっとやってくんないか。で、ルールがあって、加藤淳一、加藤淳一をとにかく活かす。 俺が一位を取ると。なんで、今からオーディションします。えー、戦闘に立ち、まあ、偵察部隊だな。一番最初に必ず死んでもらうものおとり、一人。で、俺の周り二人、ばっ、ぴったり、毎回俺の周りをぴったりと、護衛するやつ二人。それぞれがもう本当にもうプロゲーマークラスのも、もう、待ってましたと。高校行ってねえけど、この、こういうゲームマジで、得意ですって。で、 風車のように、俺の周りをぐる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 回りながら、ファンネルだな。で、俺が右じゃーんっ,ったら右一斉に、右に、傾斜掛け。傾斜掛けのように、俺の指示に従って、戦ってくれる人募集中。違うけど、高ければ高いほどいい。加藤純次こいつじゃ有望かもしれない。あ、ゲーム中やってるあ、いいね。あ、なんが、が、いいな。こんなんか韓国人一人入れとこう。<laughs> なんか一人だけ <laughs>。なんとなく <laughs>。 で、加藤純二。うめえんだろうな、ほんとに。自信あるやつか送ってくるんだよ、マジで。自信あるやつか韓国人か、どっちか。俺が受け入れるのは。で、俺はカメラマンみたいなもんだから、お前らちょっとマジで、俺の配信聞きながらやれよ。で、言うこと聞かないやつは、撃ち殺していいぞ。仲間であったとしても。で、あ,あの、俺があいつも、例えばさ、一人でさ、俺の言うこと聞かないで飛び出したら、撃ち殺していいぞ。 うちは本当にチームワークだけだから。他のチームにないものは。ラグがあって連携とか絶対無理。でそこ取ってくんだよ。みんなそうじゃねえかよ。集まって。4号目集まってきたきたきた。集まって集まって。じゃあ集まって集まって。よしよしよし。よし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 。ゃあみんな早く。ちょ、一回風車の練習して。俺の周りを、ちょっと俺の周り囲んで。俺の周り囲んで、赤い服ちゃんと俺の周り囲んで、ぐるぐる回ってみて。ぐるぐる回って、左回りに。そう、左回りぐるぐる回って。左回りにぐるぐる回って、早く。 そんで、外向きでな、外向きで。常にこういう体勢で行くぞ。常にこういう体勢な、左回り。反時計回りにぐるぐる回りながら、俺がとにかく、あのー、やばい。で、降りる場所決めるよ。俺、マップの開き方も知らずんだけど。どうやって、マップの開き方をやってんのやべ、なけど、そう、ふわーっと来ちゃった。ふわーっと来ちゃった。2、あれ ?1、はい、降りて。あはは、踏来て,きて来てる ちょっとみんな来てるかおばさんいるかどこにいるおっけおっけーっ早く集まれ集まれ集まれ俺、俺できないかんな俺、とにかく俺の周りをぐるぐる正解してくれ来てるちゃんと来てる来てるうまいうまいうまいこいつらおっけーっけおっ今回の4号目使えるのだからが。で、とりあえず、行くよあの、俺やつ、俺ついてて家に一回俺の周り常にいて俺の周りにいて常におっケーっッケっオおケー。っ そんで、一回今俺が設定するから、ちょっと、お前らこ,こで俺を守ってて。俺今から、あれからゲーム画面からね話すからな。ちょっとお前ら本当に俺を守っとけよ。よしよし、オッケー。とりあえず、だいぶ、こ、こいつらだったら、一人で独立してなんとかやっていけるから。今のうちにゲームを出そう。四号組なちゃんと俺、あの、偵察して、偵察して。ぐるぐる回ってて俺の周りを。お前、しかももう武器持ってんのかよ。で、あれな、あの、アフロ、お前、お前今、ちょっとさ、 お前、鉄砲弾で戦闘、戦闘になって、アイテム探してきて、俺の服と武器、頼むよ。俺の服と武器、吐き、吐き行って。それで次俺たちがどこに行けばいいか、行け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 。これ、あれは行け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 。で、残り二人は俺の周りを取り囲んで、とにかく敵を倒して。俺が今、設定をしてる間に。 あ,あちょっとでも重いなさっきからドタドタ言ってんの相ああもうちょっと重いな無理だなのこれあ俺の服が準備されてるありがとうありがとうちょお前らごめんあ,あ重いかもしれないせっかく仲間と巡り会えたのにせっかく俺が仲間と巡り会えたのにって <laughs> ある地点になんか爆撃爆撃ゾーンみたいなのがあって <laughs> なんでてめえチャット終わりってんでチャットしてくんだよ,い,い,よいらねえんだよおメえらの声なんてちょっとこれやられてんじゃんちょっとちょっとやられちゃったまぁ、あ、分かったあのー、俺のパソコン新しいパソコン届いて帰るわる <laughs> いや俺ができねいだったらもういいや <laughs> あとお前ら頼んだぞ1位取っといな とりあえず一回。俺今もうパソコンのスペックが足りねえや。お前1位取っといて、先に。あさってくれに届くから、パソコン。パ <laughs> ソコンあさって届くから <laughs>。その時にやろうぜ。いやだ、た無理だ。なんかね、グラフィックも、え、スペックは足りてんのじゃあ何がダメなの設定で軽くできるあ、なんだ最